皆さんこんにちは、アミーゴ TV の鈴木亜美です。本日はどこに、はい、今日はですね、テレビの収録がありまして、はい、こちらですね、水木チャンネル、パーカーも水木チャンネル来てるんですけど、はい、どんな番組ですか？なんかいろいろ情報がいろいろ情報が詰まった、はいはい、水曜日と木曜日やってる番組です。あ、で水木チャンネルそうです、そうです。今日はこれのゲストで、はい、呼んでいただいたので、いつものカバンを持ってますけど、そうなんですよ。今日なんとアミーゴ TV のこうちょっと宣伝というか、 YouTube 始めましたよっていうのをちょっとテレビの方で言っていいということだったので、はい、で何やらちょっともしかしたら激辛が出てくるかもしれないような感じだったので、それはもうちょっとこのアミーゴボックスいるだろうと思って持ってきましたピクニックじゃないですよスタジオがカプサイシンだらけになりますけど、なっちゃうね。でも本当にリアルなね、アミーゴ TV を知ってもらうためにはこのぐらいやんないといけないと思って、今日はちょっと気合を入れてきてます。はい、いらっしゃ、はい、ちょっとカバーしたろうぜね、私のこと嫌いにならないんだよねで、収録以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。私の本当に大好きなお店3店舗の激辛料理だったから、ちょっとすごく嬉しかったし、私自身食べれてちょっと嬉しかったみんな食べれました？いや、汗かいてたね。ちょっと無理させちゃったかなっていうそこだけがね、いつもね心配なんですよね。私は大丈夫なんだけど、そうでもね、結構味は美味しいっていう風に言ってくれてたから、ちょっといい感じの反応だったんで嬉しかった。激辛をみんな食べてる時の鈴木さんの笑顔すごいですよね恐ろしい子供のような、なんか嬉しくなっちゃうんだよね。なんかこう同じことをこう共有してる感じが一番強いの、激辛の時って、何なんだろうね。たまらなくたまらなく見ててね、楽しくて嬉しくなっちゃう。鈴木亜美さんが1000人いたら太陽国みたいな激辛の国になりそうですね。いや、平和だよめっちゃ平和だよ、かわいいって言いながら喜んでんだもん、うん、はい、ということでね、私のおすすめの料理も公表することができましたので、ちょっと皆さんもこの水木チャンネル1月28日オンエアですので、ぜひぜひチェックしてください。はい、恐ろしい私の顔を見てください。それではよろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またこんな裏側ちょっとやりたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。また見てね。